はい、どうも、すきです。マリオカートデラックスやっていきたいと思います。さあ、150cc、N64、キノピオ俳優になっております。行きましょうか。お、ヨッシー、なんか同じのおんな。同じヨッシーが。あ、でも車が違う。タイヤが違うな、よく見たら。ねえ、右手に見えるヨッシー、タイヤが違う。ヘイホーとかおるもんな、珍しいと、今回。おっと、しかも猫ピーチみたいなおるな。猫マリオやったっけ？猫ピーチやんな。うん。着ぐるみ被ってるからさ、猫マリオか猫ピーチか分からへんよね。猫ピーチやろな。うん。猫マリオないもんな、このシステムに。さあ、これ、はい、ジャンプアクション入れます。さあ、今回ちょっと世界の人が多いからね。海外の人多い。世界部屋なんでね。いつも世界部屋やけど、日本人多いねんけど。今回ちょっとね、国旗見えてますかね、あれね。国旗。アメリカの方とか言いますから、やっぱり。で、それニュージーランドですよとか言われそう。知らんがな、みたいな。そんな国旗詳しくないし。さあ、あ、やばいやばいやばい。さあ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 、どこ行った？赤ゴーラをしっかりと。お、マロン、これは日本人の方ですね。追走していきたいと思います。どうでしょう、マロン。お前ノーアイテム。あ、クラクションか。なるほど。でもあんまり立ち回り、そしてもうなんでやねん。あんまり立ち回りしたらうまくないですねって言おうとしたら、俺が普通に下手くそっていう。よいしょ。さあ、アイテムどんどん取っていこうか。さあ、ブーツ爆発。あ、なんかやり合ったんか。なんかやり合った形やから俺トップやわ。で、ファイヤーはこうやって持ってるだけで相手ビビるから。おーい。あ、でもちょうど時譲る形になって、さらにお前らどいとけ。てか、ファイヤー持ってる人多すぎんねん。ほら、すごい多いからもう一気に、あ、SS 取らして。よし、SS 取って、アイテム。さらにメダル全回収いきまーす。ありがとうございます。赤ゴーラ、あいつな、防御アイテム持ってないな。うわ、でも俺が赤ゴーラ消されたな。くっそ。アイテム取れない。マーシー、お前。自分勝手やな。人のアイテム全部取っていきやがる。赤ゴーラいっぱい来い。一つ。あぶねーって。あ、あいつ当たるぞ、でも。調子こいてバナナ置いたから。当たってないな。まあ、2位残そうか。今回の目標は2位残し。残せよ。おー、やけ、嘘に投げとんな、あいつ。いやー、ちょっとこのレベルに負けてしまったというのはちょっと悔しいな。絶対俺一番上手かったのに。3、2、1、ゴー。さあ、ロケットスタート切っていく。ヘイホーどこ行った？ヘイホー。ヘイホースタート切ってないな。ねえ、ヘイホーなんか、戦闘やったのにスタート、おい、ロンキー。飛ばされすぎや、静江さん。めちゃめちゃ飛ばされたな。さあ、立て直しはセク逃げの手に出たかったのにな。そんならば仕方ないでしょう。はい、2枚割りね。2枚割りちゃんとやっちゃってくださいね。それじゃないとアイテムいいの出ないんで。さあ、このキノコショートカットで、しかもこのステージにショートカットあるから、キノコさえ持っとけばなんとかなるからね。これ脳交換でいいやろ。脳交換で今のところで交換しても多分緑3つとか出るから、緑コーラ3つとかセットが出ちゃうからね。やべ、あぶね、俺が早すぎてね、どうしても遅い人たちに追いついちゃう。テクニックの違いでさ、どうしてもね、追いついちゃうっていう。おい、ブロックス当たれ。うえ、もうちょ、赤さんか。まあいいわ、前の方打っといてくれ。さあ、ダブル割りいいですよ。お、赤さん来たー。うわー、お化け使えばよかった。そんな分からへんし、まだ2周目やろ。そんなすぐ雷来ると思わへんもん。まあ、そうだからしゃあないな、今の食らうだろうやん。おい、ダブルライト取ります。さあ、昨日さんナイス。ヘイホー失礼。よいしょー。赤、前の人赤ずっとキープしてやがる。早く撃ってくれ。早く撃ってや。もう、なんだぜ撃たない。八百長か、まさか。もうこれ絶対俺撃たれんで。はい、バイバイやろ。ドーンやろ。はい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 。あ、耐えた。よいしょ。なぜか当たらんかったね。誰か別の人間が肉壁になってくれたか。トゲゾーンこうへんしな。こんな感じの時にこうへんっていう。まあ、これけどキノコ残して2位狙うわ。あー、いつもアイテム持ってんのか。ならば仕方がない。ぽいぽいぽいと。オッケーオッケーオッケー。ピーチとかに直撃してるね。俺のウィニング。そう。最後まで油断してはいけないよっていう、そういうメッセージです。俺のウィニングは。3、2、1、ザ・ゴーです。さあ、平和鉱山行きましょう。栄養鉱山いいよ。このコーナリング気持ちいいから。はい、まず緑コーラ、仕留めていく。開幕からもう1位出る考えしかない。まずは、
まずは防御というよりもトップに躍り出ても一気に突き放す逃げの展開へ。シズエさんの逃げで、おー危ねえ、バナナがダッシュマン、あーこれちょっとあれやな、ダッシュマン意識しすぎてあのダブルアイテム行くの忘れました。これ無防備、あクラクションやな、後ろ大丈夫、コイン使って差をつけよう。クラクション打たれたらやばい。いやその打たんと思うけどな、ここであいつ打っても別になクラクション失うだけやからメリットないですから。そこで早めに防御アイテムを展開したい。ナイスナイス、もう背負っとくわ。よいしょ、おあーなんじゃあいつやけくそやな、ラッキーラッキー。でもさやけくその俺のアイテムが当たりにくくれたおかげで差は広がったからこの前に逃げるわ。アウトインアウトでウトラミタを早め解放。よいしょ、さらにメダルを潰していく、後続に取らせないためにね、持ち枚持ってますから。ここは確実にダブルを逃げ込んでいく。さあクラクションガチャをしていきましょう。ウルトラミタを解放。さあトゲ譲り見ていこうか。さあ後ろクラクション持ってるからトゲ譲りが成立せえへんな、譲ってもあいつ食らわへんもんな。だから俺泳がされてるってことやから俺もクラクションガチャするしかないな。俺もクラクション引きに当てていくわ。1個よいしょ、ウルトラウルトラたまるわ。うん、コーナーの入りがうまいからトゲ来たな。一応譲ってあいつに食らってもらうか。うん、こんな感じでいきます。うん、どうせトゲ食らうぐらいだったらあいつ回避させた方がマシや、うん、あれはしゃあない。でこっからや、こっから赤いにいいとかで潰せるからこれはちょっと展開が悪いな。ただまあまあ頑張ればいける。ダブライでもう一個は赤赤とか、これは緑赤厳しい、やばいな。雷とかであいつが落ちればいいけど俺が落ちるな、このタイミングで雷来られたら。よいしょ、ラストチャンスやな、緑は危ないから捨てといて赤打ってからの赤来い。赤来た、赤とにかく赤、うわーここであれやんけ、雷打ったらさ赤が緩和されるやんけ。2位残せよ、やばい変なの来た、おっちゃん来んな、もうおっちゃんめ。いやおっちゃん最後差し切ってきたな。3、2、1、ゴー。さあこれはねどんなせいやですね、気をつけた方がいいですね。よーしょ、ここの入りからドンドン、よーしょいけた、うまい、おーうまい、今いった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 、割とね不器用ながらいったよね今。やっぱ実戦でねこうやって練習していくのがいいよね、ノーアイディアのショートカットよ。実戦で赤ターボまで貯めればいいからそれを意識してちょっとやってみました。今いいねいいね、ちょっともう一回やらして、もう一回やらして、楽しい。ウルトラミターボギリギリ、あぶね、赤打ってきたから俺じゃないな、この橋のかけらぐらいからこっから入ってワンツー、うわーターボ溜まったのに発射できんかったんけど、でも割と早いな、それでも発射できなくても早いっていう。なるほどなるほど、じゃああれやな、チャレンジした方がいいってことや、基本的には基本的にチャレンジ精神でいくわ。ダート噛んでも別にいいわ。でコインが足りてないんか、コインが足りてないな、コインここに今行くか、あースルーしたわ、インコース行きすぎた、まあ、これちょっと後ろ打つわ。よいしょ、全部行く、行きます、ワンツッ、あ、行けた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 けど、お前そういう時に限ってこういうことすんな、うわー地獄や、うわー取り点焦げぞ、ほんまあかんわ、もうダメだ、やつを仕留める方法はないのか。インコース、おっしゃおっしゃおっしゃ、インコースで勝ったな、悪いじゃ、あの雨の煽りを受けたな、地面あそこ難しいからね。オッケーオッケーオッケー、インコースで行きましたね。3、2、1、ゴー。さあワリオスノーマウンテンです、行きましょうか。まず逃げの手に出たのでかい、やっぱねこれね、ほんま前回ね1位とか取れるとね前からスタートっていうのはでかい、後ろから人っていうのは当たるやろ、もうどけ、もうなめた真似しやがって、いやーってやろうじゃねえの、メダル。よいしょ、あの後ろからスタートした人っていうのはねアドバンテージでコインが5枚とか添えられんねんけど、そんな関係ないからね、別に5枚とか少なすぎやし、8枚ぐらい与えないと正直あの、あの全然ハンデなってませんからね、平等なってない。よいしょ、はい、だから結局マリオカートのそのスタート地点っていうのは前であれば前であるほど走りやすいなって俺は思います。
さあこれブツ爆発したりして、一番いらんの来てんのな。これファイヤーフラワーとかいう使いにくいの来てるから、お化け使いましょう。こんなとこで食らいたくないんで。よいしょ、赤か、赤をぶちかますかどうかやけど、まあダブル取りたいのな、どっかしらで。ここはちょっと下ルートからアイテム取れし、この辺行こうか。よいしょ、ダブルのところをしっかり取って、でここですね、気をつけて、いったキラーダブルスかよ。しかもこれ相手を交換できひんのな、パワフル出しきのこ引き換え引いてしまうと。使うわ、もう 即解放、雷来たら終わりやし。ここよく雷来るのな、この下り、ここでバーンって来るのよ大体。ここ来る、雷来る、もうだからアイテム取らせろって。取り点、トゲゾ撃て、トゲゾ、トゲゾ撃てばまだ1位まである。誰か、青い兆しは見えないのか、やつは来ないのか。うわーお前ふざけんな、どこでてめえか。舐めた真似したやつはバックスナイプじゃ。やべ、オーケー、うまい、よく3位残したね。いやこれうまかったと思います。最後冷静やったな、てめえかとか言ってバックスナイプだからね。おもろすぎるわ。